Alright, lads, let's do this. ねえ、あんたも聞いた？次の駅はピノコニーだって。夢みたいに綺麗な世界だって言われてるんだよね。ああ、ドキドキする。でも車掌さん、招待状に書いてある宴の開始時間までまだ結構あるって言ってたから、何して暇を潰そうかな。あれ、スマホ鳴ってない？グループチャット？いいメッセージ。 Can you read this message express school? エボニャ、Recently, I've been working on preparing the Seoul Warm Festival. A traditional Belleborgian festival. The standard celebration for this festival has been suspended for years due to the fragmentum and the lockdown. And Belleborgians now really need a heated celebration to live with. So if you have time, I'd like to invite you to the Seoul Warm Festival and witness what we've achieved so far in reviving Belleborg.Close the door, sorry. タンコってば、ブローニャに返事くらいしてもいいのに。ねえ、タンコのところに行ってみよう。Alright, future market prologue. Ask Dunhung about his thoughts. これは手紙？タンコ、ブローニャからのメッセージ見た？ああ、見た。じゃあなんで返信しないの？ブローニャはうちらの友達じゃん。悪いが、今は世間話をする気分じゃないんだ。ラフのことがあってから俺もいろいろと考えて。 OK, this definitely takes place after the Zenshu Lofu story arc. なかなかに神経がすり減る。タンコ、ごめん、責めるような言い方しちゃって。そうだよね、先週であんなことがあったんだもん。整理するのに時間が必要だよね。It looks like Dunhung will be sitting this one out. 理解してくれて感謝する。ベロブログが祭りを開催できるようになったのはめでたいことだ。存分に楽しんで。Yep, Dunhung is definitely sitting this one out. それから、After what he has gone through during the Zenshu Lofu arc. うん、じゃあ炭鉱はゆっくり休んで。次の開拓は絶対に逃しちゃダメだからね。ああ。約束する。本当頑固なんだから。じゃあうちら二人で行く？残念、せっかく旅行気分で出かけられるっていうのに。 Well, he's been through a lot lately. それは分かってるけど、気持ち的にはやっぱり残念だなって。それより姫子も一緒に来てくれたらいいのに。Should we ask Mr. Yang to come with us? Yoji-chan? Yoji-chan は先週で大暴れしたせいで、最近は話してるだけで息が切れそうになってるじゃん。気づいてなかった？あの年だからお祭りとかに魅力も感じないだろうし。Okay. ねね、姫子に聞いてみない？もしかしたら一緒に来てくれるかも。そういえば、あんたが乗車してから結構経つけど、
まだ一度も姫子と旅に出たことないよね。ダメダメ。ほら、姫子のところに行ってみよう。OK。So where is 姫子? This one? Oh wait, the next one. OK。Oh, there she is. どうしたの?みつきちゃん、ニヤニヤしちゃって。何か楽しいことでもあった?姫子、聞いて聞いて。ヤリーロ6の第守護者がお祭りの準備をしてるらしくて、うちらのことも招待してくれたの。タンコンは療養中でどこにも行けないから、姫子とうちらの3人で行かない？カカリアと戦った時だって姫子はめっちゃ力になってくれたし、きっとブローニャも自分たちを助けてくれた人に会いたがってると思うんだよね。みつきちゃんが元気いっぱいなのはお祭りを楽しみにしていたからなのね。誘ってくれてありがとう。でも少しやらなきゃいけないことがあって、しばらく出かけられそうにないの。大守護者の子にはあんたたちからよろしく伝えてちょうだい。ヤリーロ6での開拓の後はあんたたち、あ、それからタンコウが自らの足で刻んだもの、現地の人たちの感謝の心はきちんと受け取っておくべきよ。次は絶対に時間を作るから一緒に行きましょう。ナビゲーターのスケジュールって本当にギチギチなんだね。今回はうちら二人で行くしかないか。Fine by me。そうと決まれば早速部屋に戻って荷物をまとめよう。準備が終わったらうちのところに来て。はい。Right. Return to Bellobog alongside March 7. So wait, wait, wait. Oh, rooms are over here. Wait. 新しいドレスなんだけど、どうかな? Let me compliment her first. And more importantly,Hoyoverse, alternate outfit when? Alternate outfit when? ずっとクローゼットで眠ってたんだ。やっと着るチャンスが来てくれた。めったにない機会だもん。ちゃんとおしゃれしていかないと。っていうかあんた、まさかその服しか持ってないの? Well...That's the only outfit I have after all. まあ、いっか。一人でも身なりが整ってれば大丈夫でしょう。Okay, now then. どれどれ。パジャマ、湯たんぽ、パムのぬいぐるみ。うん、バッチリ。出発しよう。そういえば、荷物まとめるの早かったね。持ってくものとかないの? Nope, just myself. あんたっていつも軽装だもんね。ちょっと待って。まさか寝る時までその服だったりして。さっき、ヤオおじちゃんがまとめたヤリーロ6の観測記録を見たんだけど、うちらが初めて開拓した時より地表の平均温度がかなり上がってるみたい。まだ過ごしやすいとは言えないけど、いい方向に向かってるサインだから、ブローニャとゼーレきっと喜ぶだろうな。それでどう、出発の準備はできた？ You bet. It's time to celebrate. イエーイ、ベロブログもう一度うちを迎える準備をして待っててね。あ、カチン。トパス? Is that you? It has to be トパス。ヤリーロ6ベロブル。ふぅ。借りたら返してもらうよ。Yeah, that's the same scene as we saw in the
what was the... Was it TGS or games? I think it was TGS Thriller. Yeah, it was a TGS Thriller. あそこに立ってる人が着てるのシルバーメインの制服じゃないみたい。あの黒い制服もしかしてカンパニーの人？なんでこの星に？うちの目が霞んでるわけじゃないよね。あのスターピースカンパニーのことだよ。ほらあっちこっちでシンボルマークを見かけるあのカンパニー。まだ思い出せない？チャーリーは覚えてるよね。あれもカンパニーの製品だし、あとはそうスターピースラジオも。スターピースラジオは聞き覚えあるでしょ？列車でよく聞いてるやつ。いやそれは今はいいや。重要なのはなんで急にカンパニーの人がヤリーロシックスに来たのかだもんね。仕方ない、こっちから挨拶しよう。大丈夫、カンパニーの人って話しやすい印象があるから。カチンより。ヤッホー！あんたってスターピースカンパニーの社員さん？ワスピードヤッホーの。ただのコスプレ？ストレンジャーを2名発見しました。始末しますか？わおわおわお、始末？なにバカなこと言ってるの。今すぐ行くからそこでじっとしてなさい。Oh, thank goodness. We don't have to gauge in combat mode. どうも、はじめまして。Hello there, Topaz. And by gosh, he's sexy AF.今回ヤリーロシックスに来たのは特別な業務があるからなの。私の同僚はちょっと口下手なだけだから気にしないで。はあ、びっくりした。軽い気持ちでお祭りに参加しに来たのにまた変なトラブルに巻き込まれるかと思った。 Exactly. あ、そうだ、自己紹介を忘れてた。うちは美月なのか、請求列車の乗客。請求列車は聞いたことあるよね。隣にいるのはうちの仲間で同じく列車組の一員なの。なるほど、一目で現地人じゃないってことは分かったけど、まさかこんなところで七死人に出会えるなんて奇遇だね。そういえば聞いたことあったの、ヤリーロシックスが性格の影響から逃れられたのは開拓の協力があったからだって。もしかして二人が？ Yep, that's us. The honor is yours. ちょっと関係ない人の前なんだからもっと謙遜して。 Oh, I'm sorry. へえ、まさかここで伝説の人物に会えるなんて本当についてるね、カブ。Oh, that's Nambi. Alright. それにしても、トパーズって若く見えるのに、もうカンパニーの管理職についてるの？羨ましいな。とんでもない。ただ運に恵まれただけだよ。業務に追われて銀河を駆け回ってるだけだから、楽しい仕事でもない。Kind of wish I had more resources because I really want to pull for Topaz. 列車組の仕事とあんまり変わらないね。ヤリーロシックスがこんなに早くカンパニーと連絡を取ってビジネスを始めるなんて、さすがブローニャ、仕事が早い。ビジネスの内容は2人が考えてるようなものじゃないかもしれないけど、後半の部分は同感。あの大守護者には確かに都市を治める腕がある。今回の訪問も実は彼女と会うことが目的なんだ。Okay. 美月さん、さっきベロバルグのお祭りに参加するって言ってたよね。ごめんなさい、私と同僚が時間を取らせちゃって。気にしないで、
別に急いでるわけじゃないから。そうだ、トパーズもうちらと一緒に行かない？ And man, I must say, この雪原も寒いし、迷子になりやすいし。I don't know about you guys, but I kind of prefer... 心配してくれてありがとう。でも私たちなら大丈夫。私も彼もこの星に来るのは初めてだから、もっとランドマーク的な雪原を堪能したいと思ってるんだ。もし私たちに縁があったら、お祭りの会場で再会できるかもね。はい、私の連絡先。仕事中は返信しない主義だから、終わったらまた話そう。はい。うわ、あっさりカンパニーの管理職の人と連絡先を交換した。I'm in charge of a project worth $1 billion, by the way. そんなの信じてもらえるわけないじゃん。Sorry. いいな、和気あいあいとした雰囲気で羨ましい。じゃあ私は先に行くけど、またどこかで会おうね。And damn, she's sexy. 銀河にまたがる2つの勢力が。こんな風に偶然出会うなんて、運命って不思議だね。さてと、そろそろ町に入ろっか。はい。Looks like we got the green light to enter into Belleborg. And I must say, I don't know about you guys, but I feel like I kind of like Honkai's character design overall more than Genshin. 人がいっぱい。記憶の中のベロブログと全然違う。ほら早く広場に面白いものとか美味しいものがないか見に行こう。 Alright, alright, maybe you'll be there. あれ、あそこにいるのってボレスじゃん。やっと友達ができたのかな。何を話してるのか聞いてみよう。 Okay, let's listen into the conversation. なあノーバート、教えてくれ、どうしてこんなに早く出られたんだ。文化財の転売、シルバーメインの紛争、どれも大罪じゃないか。Oh boy, not a really good conversation. 両おじのおかげだ。お前たちの知っての通り。ああ、思い出した。お前のおじさんって確かノイアー大臣だったな。あの交通部のトップ。そうだが、そんなことまで知ってるのか。正直に言うが、お前少し面の皮が厚いんじゃないか。もし私が悪さをして牢屋に入ったとしても、父さんに出してもらったりできないぞ。いや、俺だって自分から頼んだわけじゃないな。あ、俺さ、お前ならわかるだろ。俺が権力を傘に着るようなやつに見えるか。え、それは何とも言えないな。何なんだ、あの中で散々苦労してやっと出てきたっていうのに、お前たちまで俺を追い込むのか。それでも友達か。うわ、口喧嘩になりそう。うちらは離れてた方がいいかも。 Likewise, let's get the hell out of here. Let's check this one. Is that Pella?Yeah, that's あれってペラだよね。また子守役してるのかな。皆さん、ちゃんと。これからペラお姉さんが博物館の歴史について紹介しますので、皆さんよく聞いてくださいね。ベロブルグ歴史文化博物館は600年前、初代大守護者であるアリサ様を記念するために建てられ、お腹ペコペコ。ボーリー。お刺身が食べたい。初代大守護者であるアリサ様を記念するために建てられました。そして、バディ、you can't expect kids to learn about history。面白そうじゃない？そして700年前。侵略者との戦いで亡くなった。Buddy, you, once again, you can't expect kids to learn about history. ベロお姉さん、報告報告。ペトロが寝ようとしています。いい加減にしてください。今から無駄話は禁止。
罰として宿題の書き写しをしたくなければちゃんと話を聞くように。わかりました、ペラお姉さん。よろしい、うん、さてどこまで話しましたか。その続きから始めましょう。ペラにもあんな怖い一面があるんだ。博物館のスキムビン。 Okay, why is it near the Cebu is right over here? Oh, there, yeah, it's Cebu. みんな静かに、もうすぐライブが始まるから。セーバル、セーバル。跳ね上がるビート。Yep. Finally, something interesting. 音をかき鳴らし打ち砕け。ライオンがサイレンを。And I can see your part from right at the end there. After some time. Tired. Bura bura してただけなのにこんなに体力消耗するなんて。ね、そろそろブローニャに会いに行かない？招待状を送ってきてくれたのはブローニャなんだしさ。はい。それかもっと他のところを見て回ってもいいけど、あんたに任せる。Let's jump right into business. Oh! Topaz is here? 規制の窮状はよく知ってる、大守護者様。現在のベロブログの財政危機は君のせいじゃない。もちろん、ここの誰のせいでもない。でも事実として、ベロブログが独立した生態として今まで存続してきた以上、この債務をなかったことにはできない。おっと、大事なお客さんが来たみたいだね。ブローニャ、それにトパーズまで。あ、もうビジネスの話を始めてるの？じゃあうちらはまた後で。いや、we don't want to get... 大丈夫、ほとんど話し終わって今は結論を出そうとしてたところだから。OK。大守護者様、どうか私の案を真剣に考えてみてほしい。ヤリーロ6が将来的に各星とのつながりを再建したいのなら、カンパニーでの信用記録は何より重要になるからね。わかった、トパーズさん。少し。考える時間が欲しい。もちろん。でも君が考えている間、私の同僚がベロブログで必要な作業を始めるから、上層部と下層部に協力を願いたい。OK。 ごめんね、友達との再会を邪魔しちゃった。もう用事は済んだから、ゆっくり思い出話でもして。じゃあ私はこれで。 OK。See you later. But from the way I see it, they were definitely some discussing some very serious conversation. Topaz, ってあんなに強硬な一面もあるんだね。話しやすい人だと思ったのに。来てくれてありがとう。ごめんなさい。本当なら盛大に二人を迎えたかったんだけど。あのカンパニーの使者に思考を乱されてしまって。二人の前だから隠さずに言うけど、正直今は太陽の日のことを考える気力がないの。 What exactly did Miss Topaz say to you? ええ、面識があるみたいだから彼女の身分の説明は省くとして、あなたたちが初めてベロブログに来た時、ここの歴史について聞いたことがあるでしょ。
1700年前のレギオンの侵略、そして性格による寒波、多くの歴史的な事件は吹雪に埋もれてしまって、それらの記憶は歴代の大守護者にも受け継がれていないの。 OK。 トパーズさんが教えてくれた。700年前に性格がヤリーロ6に落ちた時、もともとこの世界にいた外来者たちは迫る危機を予見して次々と去っていったって。その外来者の中にはスターピースカンパニーの投資者たちも含まれていて、彼らは星を離れる直前あることをした。投資者たちは己の郷土を守り抜こうとする喧騒者たちを探して、災害を回避するための多額の資金を提供したの。その資金のおかげでベロブルグはこんなにも高い壁を築き上げられた。初期の自動騎兵の開発費もその資金から出したものなの。OK。 そんなことがあったんだ。じゃあトパーズが言ってたビジネスってベロブルグに来て借金を取り立てること？ええ、おそらくは。何それ、よりにもよってこのタイミングで。うちらが性格を取り除いてなかったらその債務だって放置されてたはずなのに。そんなのただのいじめじゃん。彼女によれば、建造者とカンパニーの投資者が約束した返済期限は280年。でも借りてから100年も経たないうちにヤリーロ6は全銀河とのつながりを断たれてしまった。ヤリーロ6が破滅レベルの打撃を受け文明がなくなったと思ったカンパニーはその投資を不良債権として認定したの。でも性格の危機が排除されたことでカンパニーはベロブルグが今まで存続していたことに気づいて、だから借金を取り立てるためにトパーズを送り込んだ。そう、ガンリーともどもね。 With the interest as well。 鳥肌が立つくらい、あんなにすごい数字の羅列、正しい読み方すらわからない。 Oh crap。 あなたたちが入ってくる前トパーズさんに警告されたの。あまり返済を滞らせない方がいい。自分はカンパニーから強行手段を取る権限を与えられているって。オフ、まさかこんなことになるなんて。うちカンパニーはベロブルグの再建を手伝いに来たんだと思ってた。 Looks like we have to intervene。 そうだね、うちらもブローニャを手伝おう。カンパニーの勢力ってめちゃくちゃ大きいから、ベロブルグだけじゃ解決できないかもしれないし。スターピースカンパニーについてはあなたたちほど詳しくないけど、書籍の記録が正しければ、あれは全銀河にまたがる巨大な組織。ベロブルグを制圧するのは簡単だと思う。だからあなたたちが来てくれて本当に嬉しいの。お祭りに参加することが本来の目的だって分かってるけど、でもあなたたちに請求列車に救援を要請したい。私の代わりにトパーズさんを説得してくれる？銀河に轟く列車の名声を借りれば、もしかしたら。安心してブローニャ、友達が困ってるのに熱意ある七死人が断るわけないでしょ。 Let's go have a chat with Topaz then。 あんたは交渉が得意だもんね。ありがとう、また面倒ごとに巻き込んでしまって本当にごめんなさい。二人がトパーズさんに会いに行っている間、私も対応策を考えてみる。幸運を。あ、それと安全には気をつけて。はい。ねえ、この前トパーズから連絡先をもらってなかった？いっそのこと直接メッセージで居場所を聞いてみない？彼女も率直に物を言うタイプみたいだし。History and Culture Museum。
場所が分かったね。早く博物館に行って探そう。はい。なんて言えばいいか先に考えておかないと。あの年でカンパニーの総監になれるなんて超すごい人に決まってるもん。Let's go meet Topaz then at the at the museum. Whoa, there's literally nobody at the museum, man. What the hell? And where she could be? Ah, found her. Are you?また君たち？一日に三回も会えるなんて不思議な縁を感じるね。Cherish the moment. 初めて出会った星球列車の友達なんだから大事にするに決まってるじゃない。この絵見たことある？私は芸術鑑賞に明るいわけじゃないけど、画家のタッチから見えてくるものがあるんだ。なんというか。作品全体が Dear Lord, she's sexy AF、うん、Woo! 悲しみが伝わってくる。普通の人が不幸に遭遇した時のような一時的な悲しみじゃなくて、もっと長くて重たい感じ。まるで歴史を凝縮してそれを筆に乗せたみたい。ベロブルグの何世代もの、何十世代もの悲しみが感じられる。 Seems like you know your art? いやいや、適当に分析しただけでプロとは比べ物にならないよ。星球列車はいろんな場所に行ってるから七死人の見識も広い。この方面に関してはきっと私より一枚上手だろうね。俗っぽい言い方をすれば、私が見てるのは絵の技法じゃない。もし私が一つの絵に20万の価値を見積もったとしたら、そのうちの15万は絵の付加価値に対するものなの。優雅に話してるところを邪魔するつもりはないんだけど、実は他に用があってトパーズを探してたんだよね。Yes. Right. そうだったの？どうぞ何でも言って。もしかして私と潜在的なビジネスについて話したいとか？No. そうじゃなくて、実は。歩きながら話さない？こっち。OK。この博物館の展示品って、大体はつまらないものなんだよね。Damn it. でも、慧眼があれば、泥の中から宝石を見つけ出せるんだ。Bro, I wanna...Damn it! I wanna have a better look at. うちらブローニャからベロブルグの債務について。I wanna have a good look at Topaz. Damn it! 彼女話したんだ。君たちすごく仲がいいんだね。それで、君たちは私に金融関連の話でも聞きに来たの？うちらは、あんたが言って、うちこういうの苦手だから。We want to ask for a favor on behalf of Vonya. なるほど。言いたいことはわかる。君たちから見ればさぞかし不合理なことだろうね。立場が違えば物事を見る角度も違う。それは至極当然のこと。私にとっては借金の返済を催促するのが仕事。それにベロブルグよりもっとひどいケースだって見てきた。期限内に返済できない個人や組織は、そのほとんどが己の苦衷を語ってくる。でも全部のプロジェクトを特例として扱ってたら、銀河の経済システムが崩壊しちゃう。 And if the debt can be repeated? 債務者が現金で返済できない状況は戦略投資部にとって珍しいことじゃない。私たちが提供できる解決策も何個かある。でもヤリーロ6の滞納は履行期限を大幅に過ぎているから、
もう大半の穏やかな解決策は適用できない。だから私はブローニャさんに提案を。おっと、危うく企業秘密を漏らすところだった。危ない危ない。ここの展示品は普通だね。大した価値はなさそう。もう少し一緒に歩こうか。昔の人たちが作った借金なのに、その資産に返済しろだなんて。よく考えてみたら、これも宇宙の生命の輪廻の一部だね。あれ？うわあ、見て！これってヤリーロシックスの動物？ああ、ダメ。白くてモフモフ。かわいい。どこに行けば生きた個体に会えるかな？Do you like animals? うん、大好き。前にカブに会ったよね。残念、あの子きっと今頃勝手に遊び回ってるよ。でもよく考えたら、この動物の標本がここに展示されてるのって、もうこの世にはいないからだよね。あのトパース、一体どうすればカンパニーはベロブルグに情けをかけてくれるの？ブローニャたちはね、この世界を少しでも良くするために死ぬほど努力した。その努力が一瞬で奪われちゃうのはあまりにも残酷っていうか。美月さんったら、カンパニーを何だと思ってるの？忘れないで、私たちはベロブルグの喧騒者と同じく孫悟を実践するものだよ。 OK。 いずれにしても私たちが提案した解決策はベロブルグの人々の幸福を考慮したもの。それさえできなければ、戦略投資部はレギオンみたいな理不尽な集団になっちゃうでしょ。つまりうちらが心配する必要はないってこと？でもブローニャは。安心して、大守護者は人並み外れた知恵者だから、きっと分かってくれる。それに君たちの質問に素直に答えるとしたら、答えは何をしても無駄だよ。どんな障害があろうと、私は絶対にヤリーロシックスでのプロジェクトをやり遂げる。急に威圧感がゾワッとした。だから君たち二人にはこの件についてあまり気にしないようにしてほしいんだけど、どうかな。ヤリーロシックスに滞在してる間はお祭りの賑やかな雰囲気を楽しんだ方が。あー、ごめん、同僚から連絡だ。もう行かないと。じゃあね。 Well, negotiations fail. Summarize the situation to March 7. どうしよう、たくさん話したのに全然進展してないじゃん。She sort of makes sense. うん、うちもそう思った。でもブローニャが直面してる問題も、結局トパーズは自分の仕事の原則を貫いてるだけだったね。一歩引いて考えても、列車組の立場的にカンパニーと対立するのは賢明じゃない。利害関係が複雑すぎて処理できない。学校では誰もこんなの教えてくれなかったのに。あれ、そういえば記憶を失う前のうちって学校に通ってたんだっけ？ブラ、誰からのメッセージ？あ、ジラ。I heard you're back in Belobog. Give me a shout when you have a minute. Okay, what's going on?Oh crap. Oh crap. Wildfire and Superman guys are already engaged with them. Company の人が仮想部で暴れてるって。もう、さっきまでベロブルグの人々の幸福を考慮する
なんて言ってたのに。カンパニーの資本家たちの言うことって本当に一言も信じられないんだから。 Let's go。 また助け立ちか。今は全然激おぶる気分じゃないのに。こんなこと言っても仕方ない。行こう、早くゼーレたちを助けないと。ああ。まだ早いし、どこか行こうか。OK、アジジーだ。ゼーレ！え、マジ、ジュジンベイさんのワープ。よかった。あんたたちがいなかったら、持ちこたえられなかったかもしれないわ。Anyone hurt?重傷者はいないわ。遅延の仲間が何人か擦り傷を負っただけ。向こうが殺す気でかかってこなかったのが幸いだったわね。あいつらの武器も操縦してる騎兵も私たちよりはるかに強いの。ほら、あの黒服の二人、さっきからコークの入り口を見張ってて誰も出入りさせないの。自分たちの装備が優れてるからって人をいたぶるなんて一体何様のつもり？口が聞けないの？うっとうしい。コークが今どうなってるのか知ってる人はいないの？さっき慌てて飛び出してきたコーフに聞いた話だと、コーク全体が黒服の奴らに占拠されたらしいわ。あいつら資産評価だの何だの言っておいて、下層部の日常をかき乱してるだけじゃない。Is to pass around? 誰？さっきまで博物館にいたんだし、もしかしたらトパーズの部下が勝手なことをしてるんじゃないかな。 Possible? あんたたちが言ってるのってあの黒服たちの親玉のこと？まあいいわ、パートーズだろうがトパーズだろうが関係ない。今は急いで大コークを取り戻さないと。あんたたちも一緒に来る？ああ。ちょっとあんたたち、人の言ってることがわからないの？それとも口が聞けないの？いい加減そこをどきなさい。二人とも立ちっぱなしで疲れてない？カンパニーの社員ならお昼休みくらい取れるよね。 Seriously, get some lunch, bro. この二人一体どうしちゃったの？お前たちはこの前雪原で総監と話していた。なんだ、この前うちらを始末しようとしたやつじゃん。じゃあうちらの身分も知ってるよね。あんたたちのボスですらうちらには礼儀正しく接するんだから、その部下のあんたも礼儀をわきまえるべきじゃないの？いや、ここを離れるわけにはいかない。チームリーダーが言ってたんだ。誰か一人でも中に入れたら僕の半年分の業績をなかったことにするって。はあ？あんたってチームリーダーでもないんだ。過大評価してたみたいだね。あ、黙れ。カンパニーに入るために僕はある小惑星で6、7年もかけて準備したんだ。それから17次面接に忍び込んでやっとの思いで就職に成功したのに、お前たちみたいな無職に僕を批判する資格はない。カンパニーだの面接だの無駄話が多い。もう我慢の限界。これ以上こいつと話しても意味ないわ。行くよ。 Well, let's do this. ついてないね。 March tank。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。 Excessively seized the what? 手の施しようがないわね。落ち着いて。この機会を逃すな。 Excessively seized performance points. Wow, what freaking ever. ルールは破るためにある。I'm playing this on the PC, by the way.
ちなさい。おやすみ。やいち。即戦即決といこう。ワンドゴ。ついてないね。And what speed does actually seize for performance points though? 逃げ足だけは速いのね。これが17次面接を突破した実力？普通じゃん。気を緩めないで。聞いた話によると、校区にいる連中は相当手強いみたいだから。あんたたちの準備ができたら出発しましょう。Okay, let me have a chat with Marsh first. Hey, one more time. How does... Never mind. ちゃんと休めと。あんたの準備が終わったら、あのカンパニーの腰巾着たちを懲らしめてやろうね。When you change your clothes, by the way? いつって、さっき博物館でトパーズと話し終わった時だけど、まさかあんた、気づいてなかったの？もう、もっと周りの仲間に関心を持ってよ。Well, I'm sorry. カンパニーの件を早く解決すれば、またお祭りを楽しめるよね。準備ができたらゼーレに声をかけよう。Right.準備はいい？カンパニーの連中を下層部から追い払うわよ。Let's go. 行きましょう。Okay, we may encounter. Ah, crap. Challenge. I definitely have to bring in Himeko. But unfortunately, my genius not ready yet, though.Jingyu's not ready yet, she's only at level 50. Crap. Let's go with this setup for now. Meanwhile, at Svarok Settlement. Oh dear.スバローグさんだよね。それで隣にいる可愛い女の子がクラーラちゃんかな。Now what does she want, Clara? はじめまして。お姉さんは。はじめまして。私はトパーズ。今日はスバローグさんに話したいことがあってきたの。クラーラ、館に帰って待っている。え、でもスバローグ。お客さんなら彼女は客人でも友人でもない。おお、帰って待っているクラーラ。大丈夫だ。He knows. He knows. 私の情報に間違いはないみたい。大型ロボットと少女の間に生まれた切れない絆。心温まる物語だね。それはスターピースカンパニーのシンボルだ。なぜあなたのようなものがここにいる？君と話してる間はしばらく煩わしい礼儀作法を忘れられそうでよかった。ヤリーロシックス。ああ、この呼び方は聞いたことあるかな。要するに君たちが住んでいるこの星はもうすぐカンパニーの資産になるの。What? この結果は誰にも覆せない。あの七死人にも銀河のどの勢力にもね。私が今考えていることは一つだけ。それは自分のプロジェクトに責任を持つこと。私はカンパニーの株主たちにヤリーロシックスの価値を知ってもらいたい。長い目で見ればこれは、うん、そうすることでこそベロブルグの長期的な利益を確保できる。
そしてこの目的を達成するためには君の協力が必要不可欠なの。長期的な利益、概念が曖昧である。意図を評価中、評価結果失敗。教えてくれ使者よ、どうやってカンパニーの上層部を説得するつもりだ。それなら簡単。これを見て。これはソースコード。正確に言えばベロブルグの全機関ユニットの統一制御権を取得できるソースコードだね。 What? 君も知ってるでしょ、過去700年間ベロブルグで製造された全ての機兵はカンパニーが残したオペレーションシステムを使ってるってこと。こんなに完璧なコードならここのエンジニアが置き換えようと思わなかったのも無理はない。そして君はこの下層部のどこかに巨大な交渉があることも知っているはず。そこにはたくさんの、本当にたくさんの兵器が眠ってる。レギオンの先遣隊を一つ潰せるほどのね。以上が私の切り札。これで上層部を説得してヤリーロ6がカンパニーの長期戦略の中で使い道があると信じさせるの。でもまずはその大量の兵器が埋められた場所に案内してくれるガイドが必要なんだよね。理解した。あなたの言う長期的な利益はマクロレベルの文明の存続と定義しよう。だが今を生きている人類についてはどうするつもりだ。彼らの未来はすでに買収された。私はその事実を受け入れてもらうために最善を尽くすことしかできない。比較的穏やかな態度でね。わかった、あなたの計画に協力しよう。おう、意外と話が通じるんだね。噂を聞いた時は頑固な性格だと思ったのに。あなたが語った未来は私の計算範囲を超えている。だが感情指導が教えてくれた。あなたは本当にこの世界を存続させるための方法を考えていると。また計算結果によれば、私が協力を拒否した場合、あなたは 96.4% の確率で私を強制的に従わせていただろう。その計算結果、やっぱり保守的だね。協力してくれてありがとう。道案内よろしく、スバローグさん。Alright. Meanwhile, in the great mind is Zither and the Shield Blazer. コーフたちが集まってる。なんか騎士感あるな。あんたたちが初めて来た時も似たような状況だったからじゃない。ま、ゴロツキやポンコツロボットに比べると今回の相手の方がずっと厄介だけど。ねえ見て、あれってトパーズの隣にいたプーマンじゃない？確か名前はカブだよね。はあ、あれって劣化の生物じゃない。あんなのを連れてるの？Yes. カンパニーの人間だから特別なテクノロジーを使ってプーマンをペットにしててもおかしくないよ。近づいてみよう。 Attempt to communicate with Nambi. Okay. 楽しそうに会話してるけど、なんて言ったの？トパーズ先生、本当にプーマンの言葉がわかるの？ I'm just guessing, okay. 二人とも見て、こいつここから離れようとしてるみたい。本当だ、もしかしたら飼い主のところに行くのかも。よし、うちらもついていこう。 Okay.
Let's follow Nami. 誰か助けてくれ。黒服が襲ってきた。おい、聞こえねえのか。どこの倉庫に地蔵を隠しやがった。ジオメロ。本当に何も知らないんだ。ふざけやがって。仲間のバッグじゃねえか。言ってくれるじゃない。礼儀ってもんを教えてやるわ。Alright, Jinryu. Let's use your Getsuka Tenchu then. Damn, I damn it, bro. Landu の名のもとに強説の心差しは朽ちることなし。Remember, my Jinryu is at level 50. Hopefully, Himuku can get the job done. Hikeba, minogaso. Oh, Bankai.Very low damage though, unfortunately. That's just so you know, my Jinryu is not fully built yet. Gotta get rid of those small little midgets though.ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。 Wait, didn't you revert back to her normal form? Wait. まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。Nice. くだらない。 Yeah, she revert back to her normal form. Wait. この月下で。すべてテラサン。 Not enough damage though. Early in Bankai form?Oh, okay, I think I get how Jinryu works. Okay, battle over. Shoubu moto nado kini suru hitsuyou nashi. Are? Kabu-chan, nanka ureshisou.でもこいつカンパニーの方についてたんじゃないの？おかしいわね。Let's just keep following it for now. Okay, now what? Oh crap! 見て、下の方に大きいやつがいる。あいつが取り仕切ってるのかな？上等じゃない。誰が誰を取り仕切ってるのか見てみたかったのよね。行きましょう。あれ、カブちゃんどこに行ったんだろう。あいつ丸くてコロコロしてるくせに意外と機敏なのね。仕方ない。ガイド役がいなくなった以上自分たちで何とかするしかないわ。行きましょう。 Let's see what this sustenance anchor works though.Oh, never mind. Confront the IPC workers in the depths of the Great Mine. Just so you know, I recently pulled Jinryu by the way, so don't expect her to be at full power.
分散？無理やり校区に入り込んで校夫たちを自分の縄張りから追い出しただけじゃない。これは警告よ。今すぐここから出て行きなさい。次にその制服を目にしたら私の鎌が相手になるわ。お前は誰だ？なんだその口の利き方は。カンパニーの武器の威力を知らないのか。I want to speak to your boss. You fat. そう、あんたたちの上司、トパーズに合わせて。トパーズ総監のことまで知ってるのか。どうやらただ者じゃねえみたいだな。お前ら誰だろうが知ったこっちゃねえ。戦略投資部の社員に部外者にプロジェクトの詳細を説明する義務なんてねえんだよ。You wanna fight? You got it. その複雑なルールだって全部カンパニーが決めたものじゃん。この世界はやっとの思いで生き延びたばかりで、あんたたちの茶番に付き合う余裕なんてないの。これは上層部が決めたことか。俺らはそれを実行してるだけ。そんなこと言われたってどうしようもねえんだよ。オーバリー、ヨーゲリンヨーエス。もういいわ、ミツキ。こいつらに理屈は通じない。もともと平和的に解決できるとも思ってなかったしね。あんた、カンパニーの時は優れてるようなこと言ってたわよね。ちょうどいいわ。この機会にその威力さえら見せてもらおうじゃない。本当に戦うことになるなら早めに残念人生出してくれよかった。なんでもね、聞かなかったことにしろ。お前らどうしたことならこの4キャノンで相手になってやる。 Bring it on, you fat ass piece of shit。亡霊がまた一体。ちゃんと直さないと。直してやろうか。もうほら見逃そう。バンカイ。ガルウィリアム。Level up Jingyu as soon as possible. Here, have a meteor strike. Oh, I'm sorry, satanic cannon. This is definitely taking a while. この程度か。死ぬがいい。Hold up, wait a minute. この月下で全てを照らさん。月が天照。逃がさないわ。And he go for backup.One down. Why, Jingyu? More Getsuga Tensho.
this Ginyu reverts her back to her normal form AD. Follow up, nice. くだらない。 Okay, single. Not enough damage. Remember, my Jingli is at level 50. Landu no Naramotoni. Maybe bringing Jingli at level 50 is a bit of a bad idea, but. Ban Kai Getsuga Tensho. Hold up, I'm not done yet. More Getsuga Tensho incoming. Ooh, that's gonna hurt. Just keep aiming for the big boss. Yeah, this is definitely doable. Hold up, wait a minute. Follow up. Alright, Jingliu, Getsuga Tensho. Oh crap. Restore. Yikes. Landu no Naramoto ni kyousetsu no kokorozashi wa kuchiru koto nashi. Oh man. Himeko's out is not ready yet. Good thing Japa's the tank is doing the tanking. Right, Getsuga Tensho time. Before Jingli reverts back to her normal form. I got this. Alright, their enemy commander is down. And he called them back up. Neat. They couldn't get the job done. Hold up, wait a minute. Landu no Naramoto ni. Single target to the enemy. Wait. Ban. Oh wait, I'm sorry. Getsuga Tensho. He may go with the follow up. Hold up, wait a minute, I'm not done yet. Satellite Meteor, cast them to smithereens. And they got the job done.
Nice finish. どんな強敵にだって勝ってきたんだから。あんたなんかにうちらは止められないよーだ。Exactly。リーダー、先ほど総監から連絡が。はあ、トーパーズ総監？なんて言ったんだ。早く呼んでみろ。各プロジェクトチームが資産評価作業を行う間。現地住民の日常生活に影響を与えてはならない。当該指示に違反したチームは罰として構成員全員の年末賞与を 60% 差し引くものとする。おお、 60%？ やべえ。Seems like it. ええ、あの慌てた様子じゃもう戻ってくる度胸はないでしょうね。そのトパーズって何者なの？劣界の生物を飼いならしてるだけじゃなく、あの黒服たちをあんな風に従わせられるなんて。話せば長くなるんだけど。You're better off asking Vanya. もうすぐ祝日だっていうのに。どうしてこんなややこしい展開になるのかしら。本当に気が抜けないわ。あ、メッセージだ。 It's definitely from Topaz. Come back to cry for Fort. Okay. なんだか、もしを見ただけでもブローニャの不安が伝わってくる。早く行ってみよう。ゼーラは？一緒に来る？いいえ、あんたたちだけで行ってちょうだい。私は後処理を済ませに行く。追い出された甲府たちはまだ何も知らないから。あいつがあんたたちに連絡したのは、この件で頼りになるのはあんたたちだけだと思ったからよ。私はあいつの判断を信じるわ。オッケー。スール、うん、わかった。きっとブローニャの力になってみせるから。行こう、クリフォド城へ。あ、チャレンジコンプリート。Let's get out of here. Meanwhile, in Rivet Town. 怖い顔しちゃって。お、This is your part. 第一守護者様の命、ここで止まってもらおう。トーパーズさん。はあ、道理でこういう言葉があるわけだ。お金は借りた方が偉い。Oh crap. She's controlling the robots. じゃあね、ジュエイ君さん。おかえりなさい。そしてごめんなさい。また町のために奔走させてしまって。水臭いこと言わないで、ブローニャ。それよりちょっと疲れてるみたいだけど大丈夫？大丈夫。ただ最近あまり休めていないだけ。予想外の事態が多すぎて。I'm sure we can turn things around. Company の行動は早い。今もベロブルグの至るところで彼らの仲間が資産評価を口実に歩き回っている。でもあなたたちが言っていた大航空以外、特に激しい衝突は起きてないの。多分トパーズさんがそう命令したからだと思う。それでも。市民の恐怖心が蓄積されていくのは止められない。
黒い制服を着た見知らぬ人たちがどこから来たのか、どんな目的を持っているのかわからないから、誰もが戸惑いを隠せないでいる。じゃあ、あれから改めてトパーズと連絡は取った？うちらずっと気になってたの、彼女が提案した解決策が何なのか。ええ、だから二人の意見を聞きたくてこうして来てもらったの。これを見て。 What is this? これって契約書。少し前にトパーズさんが送ってきたの。下には直筆の手紙も添えられている。先に内容を読んでから二人の意見を聞かせてほしい。ブローニャさんへ、この手紙ではこう呼ばせてください。これから私は自分のことについてお話ししたいと思います。あなたから見れば人情味に欠けたカンパニーの社員たちもそれぞれの人生の軌跡を持っています。例えば、私は銀河の端にある目立たない星で生まれました。先住民以外、その星の名前を知る人はほとんどいません。母星は資源に恵まれていなかった。だから住民たちは生き残るために労働力を大量に売り、他の星の委託清掃に、主に化学産業や重工業に従事しなければなりませんでした。そうした中、母星の自然環境はますます劣悪になっていき、私が子供の頃から人々は呼吸用マスクを着用しなければ街を歩けなくなり、朝から晩まで胸が張り裂けるような咳が聞こえるようになりました。 Damn. そうして私の故郷は終わりを迎えました。比較的裕福だった人々は惑星間移住を選べましたが、残された多くの人々は汚水や酸性雨、そしてスモッグにさらされながら、ただ絶望が訪れる日を待つことしかできませんでした。カンパニーは私の母性を訪れるまで、環境問題の改善策を携えてやってきたカンパニーは、それを提供する見返りとして惑星のすべての住民にカンパニーの社員になる、もしくは将来的になる契約にサインすることを要求しました。契約から2年が経った頃、黒い雲と霧が消え、人々はマスクを外し始めました。3年が経つと植生と樹木が再び繁茂し始め、5年が経つと一度は絶滅した多くの動物たちが生き生きとした姿で人々の前に戻ってきました。私が正式に戦略投資部の一員になったのもその頃です。故郷の変化を目の当たりにした私は、同じような経験をした銀河の多くの世界に同じような変化をもたらそうと決めました。ブローニャさん、この手紙を書いたのはあなたに伝えたいことがあったからです。自由は確かに大切な財産ではあるけれど、現実で選択を迫られた時、それ以上に価値を与えられるものがある。生存のように。ベロブルグの人々だけで星空の懐に帰るには何世代を経る必要があると思いますか？未来のすべての大守護者があなたのように慎重で解明的であると誰が保証できますか？性格のような最悪が再び訪れることはないと誰が断言できるでしょうか？私はあなたたちのために最良のプランを用意しました。この契約書にサインすればベロブルグの債務を帳消しにすることができる。またカンパニーからヤリーロ6の再建を支援するための専門チームが派遣されるでしょう。あなたにとってこれが極めて難しい選択であることは理解しています。
なぜならあなたは全ベロブルグ市民の運命を背負わなければならないから。でもだからこそ私はあなたが正しい選択を下せると、あなたの民たちのためになる決断を下せると信じています。トパースの手紙かなり誠実に書かれてるね。あんたはどう思う？Well, she's a smooth talker, but that doesn't mean she's telling the truth. 正直、私は彼女の誠実さに心が動いた。この話が嘘だとは思いたくない。いずれにしても、彼女の言う通り、この選択は難しすぎる。この星の運命も、抱えている文明も、過去に起きたことも、これから起こることも、すべてが私の指先にかかっている。これは絶対に私一人で決断していいことじゃない。Perhaps you should gain some insight from others first. 私と同じ考え。ありがとう。慰めになる。うん、そうするべきだよ。こんな重大な選択も、それに伴う結果も、ブローニャだけに背負わせるわけにはいかないもん。トパーズさんがくれた猶予はとても短い。多分、私に早く決断してほしいんだと思う。本当は上層部と下層部の全市民に投票してもらうつもりだったけど、残された時間を考えるとそれも難しいから、今すぐクリフォト城の喧騒者を集めて契約締結についての話し合いを始める。市民の方は私の代わりにあなたたちに意見を聞いてきてほしい。ベロブルグでの名声が高いあなたたちが相手なら、きっと本音を打ち明けてくれるはず。Right. It's time to race against the clock. ええ、一刻を争う時が来た。安心してブローニャ、トパーズは説得できなかったけど、これはちゃんとやってみせるから。ありがとう、ミツキ。私は大臣たちを召集する。また後でここで会いましょう。ああ、みんなの意見を集めるなら上層部と下層部どっちも考慮しないとだよね。よし、まずは上層部の人たちから聞いていこう。はい。Compile opinions held by overworld residents regarding Topaz. Okay, so.Let's start things. Okay, I see Pela. How about let's meet up with Serval first? Are you? Mitsuki, ni anta made. Dou shita no? Konna kyū ni? We need your opinion on an important matter. Zuibun katakurushii kuchiburi da ne. Anta rashiku nai. Ne? Jūyō na koto tte? Itte mina.You tell Serval about the IPC debt and the choice is, too fast. 情報量多すぎるでしょう。ちょっと待って、まずは頭の整理を。時間がないの、セーバル。何か思うことがあれば素直に言って。わかった。もし私が選択しなきゃいけない立場なら、その契約書にサインする。え、セーバルの性格じゃ絶対同意しないと思ってたのに。そんなに意外？でも私の理由は至ってシンプルだよ。その契約書にサインすれば、これ以上生きるために悩む必要がなくなる。ここの住人の多くは、特に下層部の人たちにとってはそれだけで十分意味がある。カンパニーのために働く点については、まあ人間なら働くことは避けられない。どこで仕事をしても一緒だ。
もしカンパニーの連中が私たちを虐げたりしたら、その時に反抗すればいいだけの話さ。実は私、子供の頃から星空に憧れてたんだよね。だから科学を好きになって性格の研究に打ち込むようになった。もし誰かにほんの少しの代価と引き換えに今すぐ夢を叶えられるって言われたら、私はためらったりしないと思う。 OK。 なるほど、セーバルはそう思ってるんだ。わかった、セーバルの意見を記録するね。はい、So, server is agreeing with the IPC proposal. Now let's talk with to Pella. またお会いしましたね。お元気でしたか？あなた浮かない顔をしていますが、どうかしたのですか？どうやら真面目な話のようですね。わかりました。聞かせてください。You tell Pella about the IPC debt and the choice facing Bodhyan. 今の話は本当ですか？悪い冗談ではありませんよね。No, we're not joking. うちらも冗談であってほしかったけど、残念ながら全部本当のことだよ。時間がないの、ペラ。何か思うことがあれば素直に言って。このような重大な決断をこのような短い時間で。冷静に、ペラ、冷静に考えるの。考えました。私に決定権があるとしたら、カンパニーが出した条件に同意すると思います。 OK。 そっか、ペラはどうしてそう思ったの？いくつかの観測結果を見たのです。現在の寒波の減退速度から考えると、町を覆う風雪が完全に収まるまで少なくとも 3,4 世代はかかるでしょう。 OK。 しかしこれは何も不測の事態が起きないことを前提にした話。正直に言うと、自分の目で見届けられない未来よりも、私は今と自分の身近な人たちの方が大切なのです。もし本当にカンパニーのプランがすぐに問題を解決できるものなら、その代価を支払う価値はあると私は思います。 OK。 自分の手で未来のために礎を築く、とても偉大なことに聞こえますよね。ですが、実際にこのプロジェクトに関わっている人たちにとって一体どれほどの得があるのでしょうか。そっか、ペラは漠然とした未来を望むよりも身近な人たちにいい暮らしを送ってほしいんだ。わかった、ペラの意見を記録するね。Go to Jarino 6. OK.Let's head right over there. Oh, what? This guy. Done. Oh, 開拓者たちじゃないか。久しぶりだな。またベロブルグに戻ってきたのか。あいにくだが、最近は城内の治安が悪化している。突然現れた黒服の連中が暴れ回っていて、シルバーメインも手が出せないんだ。We need your opinion on an important matter. なんだ？俺の意見が必要なこと？ You tell Dan about the IPC debt and the choice facing Bonya. それが奴らの正体だったのか。信じられ、なんと恐ろしい真実だ。大守護者様はかつてないほどのプレッシャーを感じているに違いない。あの方のためにできることはないのか。こんな、うちらは今ブローニャのためにみんなの意見を集めてるの。時間がない、あんたの意見を聞かせて。もちろん拒絶だ。絶対に妥協するわけにはいかない。あの黒服どもが威張り散らしている様子を見ただろう。
あんな連中を信用しろという方が無理な話だ。契約書にサインしたところでそれが破られないと誰が保証できる。そんな脅迫には抗って抗って最後まで抗い続けるしか道はない。一秒でも屈服したら負けだ。大守護者様に知らせてくれ。絶対に敵の罠に飛び込んではならないと。さすが軍人の気構えがある。わかった、あんたの意見を記録するね。上層部の人たちの意見は聞き終わったよね。結果を見るとカンパニーとの契約を支持する意見が多いみたい。急いで下層部に向かおう。ナターシャやゼーレたちの意見が気になる。はい、Let's look for Zilla first. 人の声があるところは想像し。おお、ベロブルグの救世主たちじゃないか。お前らが戻ってきたと聞いて、いつこのおじさんに会いに来てくれるかと思っていたところだ。顔色が良くないな。どうした？何か悩み事でもあるのか？ああ、あの黒服の連中と関係があるんだな。いいぞ。俺も奴らの正体が気になっていた。行ってみろ。力になれるかもしれない。You tell Olay about the IPC debt?ほう、これは参ったな。ブローニャはまだ若いのに、これほどのプレッシャーに耐えなければならないとは。ベロブルグの知り合いの中で一番経験豊富なのはオレグだから、オレグの考えを聞かせてほしいんだ。本当の気持ちを聞きたいか？この年になると夢にも異業にも興味がなくなる。お前らの言うように、もしカンパニーが一夜にしてこの世界を千年前の姿に変えることができるなら、何もためらうことはない。それに逆だった場合を考えてみろ。もし断ったら次に何が起こる？再建計画でも手一杯だってのに、今度は莫大な金額の債務が明らかになった。俺たちだけで本当に耐えきれると思うか？俺が唯一心配なのはブローニャだ。自分の民からの批判に耐えられるのか？千年続くかもしれない悪名を背負う覚悟はあるのか？確かにそういう視点で考えたことはなかった。重すぎる称号だよね。とにかくオレグは賛成に一票ってことだね。意見を聞かせてくれてありがとう。 So that's three. Now let's look for Natasha, I believe. みつきちゃんに君、仮想部にいるなんて。顔がこわばってるみたいだけど何かあったの？随分急だけど、二人がわざわざ来たのならきっと大事なことなんでしょうね。分かった、心して聞くわ。 You tell Natasha about the IPC debt? 本当にすごい情報量ね。ごめんなさい、急いでいるのは分かるんだけど、少し考える時間をちょうだい。大丈夫だよ、ナターシャ。思ったことを素直に言ってくれればいいの。And her answer is? そうね。私がブローネだったら、その契約書にはサインしないわ。Why? 確かに、カンパニーから提示された内容は魅力的よ。それにもし断ったりすれば、ベロブルグは巨額の借金の返済を迫られるだけでなく、大きな勢力に狙われることになるでしょうね。それでも、学校に通っていた頃に読んだある言葉が頭に浮かぶの。自由を諦め保証を求める者は最終的に両方を失う。私は仮想部での経験を通して
この言葉を深く理解することができた。私は綺麗な鳥かごにとらわれて偽りの人生を送るくらいなら、重い岩を背負って雪原を歩く方がいいわ。ナターシャの考え方、説得力があるね。反対票が1枚増えた。答えてくれてありがとう、ナターシャ。And I have a feeling that the next person, wait. Oh, I thought it'd be Zila. Turns out it'll be, Clara. And she's all alone. Mitsuki O-nee-san toお兄さん、どうして戻ってきたんですか？ヤッホー、クララちゃん。あれ、スバローグは？お出かけ中？スバローグは、トパーズというお姉さんと一緒に出かけました。え、トパーズ？どこに行ったか知ってる？クララにもよく。でもスバローグは、すぐに帰ってくるって約束してくれました。どうしよう、スバローグからなら建設的な意見が聞けると思ったのに。クラワスオープニングイズジャストアズインポータント。そうだね、タンコーも前に言ってた気がする。クララちゃんは小さいけど物事の本質を見抜く力があるって。え、ミツキお姉さん、クラーラに何か聞きたいことでもあるんですか？あ、複雑で重い話ですね。クラーラ、どうしたら。大丈夫だよ、クラーラちゃん。思ったことを素直に話して。あの、クラーラはもし選択の余地があるとしたら、未来の道は自分たちで決めるべきだと思います。クラーラとフック、それからモグラ島のみんなで一緒に遊んだ時、将来の夢について語り合ったことがあるんです。みんなの夢はそれぞれ違う風景を描いていました。でもトパーズお姉さんの条件に同意したら、その夢を実現できなくなるんじゃないでしょうか。夢を奪われる感覚はクララにはわかりませんか？ Nope. 想像しただけでもきっと辛いものですよね。確かに、子供の目から見ればこの世界は無限の可能性に満ちてるもんね。先の人生がここで決められちゃうなんて。うわ、ダメ。考えただけでゾッとする。ありがとう、クラーラちゃん。とっても重要な意見が聞けたよ。After collecting more citizen opinion. 一気に遠くまで来たせいでちょっと疲れちゃった。今の集計結果は、はい、って引き分けじゃん。どうしよう、賛成の人も反対の人もそれぞれ自分なりの理由があったし、どれも合理的だったよね。 There's still one person left to ask. そうだ、まだゼーレに聞いてなかった。今も大コークでコーフたちを助けてるのかな。ゼーレを探しに行こう。Alright, to the great mind then.There she is. あら、もう戻ってきたの？新しい情報でも手に入れた？うわ、顔色が悪いわね。何かトラブルでもあったの？重要なことに私の意見が必要なの？うん、まずいことでもあったような口ぶりね。いいわ、心の準備ならできてる。
Well? なんとなくだけど、理解したわ。またカンパニーの雑魚どもがやらかしたのかと思ったら、まさか。ベロブルグの存亡に関わることだとは、って？ええ。ちょっと考えさせて。今の結果は引き分けだから、ゼーレの意見が重要なの。よし、決めた。ギブアップ。はあ？え？もう考えたわ。でも、選択するのはブローニャの責任であって、私じゃない。同意か拒絶か、あいつの心が今どっちに傾いていたとしても、それはきっと、私よりはるか先を見て、たくさんのことを考えてのものでしょうね。今の結果は引き分け。つまり、私の一時的な考えが、あいつの判断に影響を与えるかもしれないってこと。これは私がやるべきことじゃない。ブローニャがどの道を選んだとしても、私はあいつについていく。唯一私がしちゃいけないのは、あいつの代わりに決断を下すことよ。それがゼーレの考えなんだね。確かに今の結果を見れば、この件に対して人それぞれ違う意見を持ってることがわかる。こういう時こそリーダーの出番なのかも。ええ、だからこれはブローニャの責任だって言ったの。大丈夫、あいつは誰かに責任転嫁したり逃げたりしないわ。私はあいつを信じてる。もし何か聞かれたら、さっき私が言ったことをそのまま伝えてちょうだい。きっと分かってくれるから。はい。結局ブローニャが決めるしかないってことか。 She plays a crucial role on this world. 本当にね、今のベロブルグのリーダーがブローニャでよかった。いい時間だし、そろそろブローニャに報告に行こう。大臣たちとの話し合いはどうなったかな。はい。人の声があるところは想像し。Alright, let's return to Clifford Fort and report to Bonia. うわ、人がいっぱい。クリフォト城ってこんな賑やかな時もあるんだ。でも、なんだか少しざわついてるね。おかえりなさい。結果はどうだった？みんなの意見は？上層部と下層部を回ってたくさんの人に意見を聞いたんだけど、結果は引き分けだった。いや。なるほど。それぞれ問題を見る立場が違うから、この結果になるのも当然かもしれない。ゼーレは？ゼーレには聞いてくれた？なんて言ってたの？ She's behind you whatever you decide. ゼーレらしい。どんな風にあなたたちと話したのかも想像できる。ブローニャの方は？話し合いはまとまったの？オフィスの中が騒がしくて何も聞き取れなかった。こっちも似たような感じ。双方が自分たちの言い分を主張して意見がまとまらないの。そろそろ決断しないと。この混沌とした状況をいつまでも続けるわけにはいかない。過信？やっかし。ボニアイセビンヘビ。どうすべきか分かった。待って。あ、ヒミコ？お話があるの。
What is she doing here all of a sudden? Himeko! Himeko da! Honmono da yo ne? Hologram toka ja nai yo ne? Anshin shite, Mitsuki-chan. Shoushin shoumei, honmono no Himeko yo. Well, this is unexpected. あなたが請求列車の姫子さん、ずっと会いたいと思ってたの。この前の戦いはあなたが手を貸してくれたおかげで無事に勝つことができたから。あなたが来ることを事前に知っていたら剣走者も礼を持って迎えたはずなんだけど、今は少し特殊な状況で。詳しい説明は必要ないわ、ブリョーニャ。あんたの町が今前代未聞の困難に直面していることは分かってる。私がここに来たのはあんたたちに事の全貌を伝えるためなの。 Do you have a solution? 解決策は少し大げさかもしれないわね。あくまで追加の情報を提供するだけだから。この情報があればあんたは大守護者としてより賢明な判断を下すことができると信じてるわ。 And that information is?わかった。あなたが知っていることを教えて、姫子さん。私の友人にたまたまトパーズさんの身の上を知っている人がいてね。故郷で起きたことを考えれば、彼女にとってカンパニーに併合されることこそベロブルグの文明を存続させる唯一の方法なんでしょう。でも彼女が意図的に言及していないことが一つあるわ。それはカンパニーの条件を受け入れた全ての世界が救われたわけではないということ。 What? それって、星の生態系を再建する、これほど大きなプロジェクトには必ずリスクが伴う。友人から渡されたデータによると、カンパニーの技術支援を受けて実際に復興した星は全体の 63% にとどまっているわ。 OK。 成功率は6割ってこと？ちょっと不安になる数字だね。もちろんこの統計は平均値で、トパーズさん本人が担当したプロジェクトの成功率は8割以上だった。彼女の実力は間違いなくトップクラスよ。私が伝えたかったのはこの数字と確率のこと。これらの情報を透明化してこそあんたにとって公平になると思ったの。それでも最後に選択する権利はあんたにあるわ、大守護者。わかった。ありがとう、姫子さん。あなたが提供してくれた情報のおかげでこの問題の本質が見えてきた。相手がどんなに美しい未来を約束したとしても、この契約書は賭けに過ぎない。私はリーダーとして、ただ星の運に任せて民たちを売る契約を結ぶわけにはいかない。 And so it's a no. 決心がついたなら私も中立を装う必要はないわね。あんたの選択は正しいと思うわ、ブローニャ。請求列車のみんな、私に考えがあるの。でもそれを実現させるにはあなたたちの協力が必要になる。 Alright. 時間をかけて町内の市民を動員して、トパーズさんにももう一度会っておかないと。お願い、トパーズさんが今どこで何をしていたとしても、どうか彼女を見つけ出して、そしてもしカンパニーがベロブルグの資産を無理やり奪おうとしているなら、それを全力で阻止してほしい。安心して、絶対にトパーズさんを見つけてみせるから。相手は銀河で最も手強いと言える勢力だし、今回は私もこの子たちと一緒に行動するわ。ベロブルグは自分の未来を売り渡したりしない。私たちが永遠に記憶するに値するのは、危機に瀕するたびに何度も手を差し伸べてくれたあなたたち友人のことだけ。みんなどうか気をつけて。
Freedom it is then. We can talk here, Japan. We are in share of reverse with the crew. The more it is, the better. The Supreme Guardian ordered me to garrison in River Town with Superman Guardian and Automation to stop the IPC infiltration. The defense went smoothly at first, but then Topaz herself appeared with some special technology that allowed her to seize control of all our automaton in an instant. It seemed Topaz is heading for a certain area. Too fast. It seems Topaz is heading for a certain area in the depths of Rivet Town. For some reason, Svarog is with her too. Svarog? Is he trying to go against us again? I hope not. My instinct tells me that there's something else behind this, but I don't know for sure yet. At least we know where we can find Topaz. Let's go. Rivet Town. Shepard is there where we are. Let's go. Alright, let's do this. Hito no koe ga aru tokoro wa souzou shi. Alright, let's depart. Dai shigosha sama kara daitai no jijou wa kiiteiru. Boku mo kimi tachi reshya gumi ni kyoryoku shite Topaz wo sagasou. Junbi ga dekitara koe wo kakete kure. Issho ni Rivet Town ni haeru zo. Really? Company no ningen ga bougai shite kuru kamoshirenai. Damn it, it's the same setup as last one. Whatever. Let's do this. Meanwhile, with Topaz and Svarog. こんなところにあるとは思わなかった。 でも、メカも兵器も見当たらないけど、この辺りにあるのは岩だけ。って、まさか。そうだ。兵器は岩壁の中に隠されている。なるほど。道理でどこを探しても交渉が見つからなかったわけだ。え、待って。さっきその兵器たちはずっとここに隠されてたって言わなかった？それってつまりヤリーロ6の剣装者がレギオンと戦った時もここにある兵器は使わなかったってこと？これらの騎兵は作られて以来一度もここを離れたことがない。700年前、カンパニーがこの星を離れてからは起動方法を知る者もいなくなった。カンパニーが残した設計図をもとに剣装者たちは模造品の騎兵を作り出した。しかしアリサランド率いる抵抗軍において主戦力となったのは生身の人間だった。なるほどね。この世界の伝説にますます興味が湧いてきた。質問をしてもいいか、トパーズ。何？大きな体をしてる割に遠慮深いんだね。いいよ、何でも聞いて。カンパニーの介入がなければこの世界は終わりへ向かう。あなたはこの結論を深く信じているのか？信じてる。ここに来る前、私は数えきれないほどの事例を調べた。そして正確に侵された世界は最終的に滅亡の運命からは逃れられないっていう結論に達したの。請求列車の助けがあっても表面上はうまくいっているように見えてもそれは一時的な休息に過ぎない。長期にわたる危機は往々にして繁栄の影に潜んでおり一般人には気づかれないものである。理解した。理解した？それで終わり？自分の見解を述べたいとは思わないの？感情指導が教えてくれた。あなたは誠実かつ正確に自分の考えを述べたと。
私が確認したいのはこれだけだ。この星の未来について私はあなたと異なる意見を持っている。だが私の意見は重要ではない。なぜなら私は道具であり意思決定者ではないからだ。面白い。私の同僚たちも君のように自分を理解していたらよかったのに。行こう、カブ。下に行ってちゃんと評価しないと。トパーズはリベットタウンを離れてから行方が分からなくなった。その後彼女の部下が押し寄せてきてここを占領している。カンパニーの兵士たちの装備は優れているから彼らと正面からぶつかるのは得策じゃないわ。ジュエカンさん、何か策はある？姫子さんの言う通りだ。だからなるべくこちらの動きを悟られないようにするため船舶騎兵を使おうと。船舶騎兵？詳しいことは後で説明する。とりあえず前に進もう。Follow along the town's road to find Topaz. Got it. あ、カンパニーの人だ。なるべく静かに。敵に気づかれないように。船舶騎兵の出番だ。準備はいいか。船舶騎兵を操作してカンパニーの脅威を排除するぞ。忘れるな。なるべく騎兵が敵に見つからないよう行動するんだ。そうすれば成功率も上がる。When controlling the automated stealth bombPress the attack button to trigger self-detonation and stun all enemies in the attack radius to complete the challenge. But if the automaton fails to stun all enemies at once or is discovered by enemies, the challenge will be failed and written off. Try to avoid the enemy line of sight and use sprint to approach your enemies and take them all down at once.Only one, right? Wait. Okay, that's one.やむを得ない状況でなければこのような手は使いたくなかったんだ。シルバーメインって正直なんだね。 Let's keep walking. Oh, brilliant. あのタイプのロボットは見たことがあるわ。あれはカンパニーの外勤型チームリーダーよ。ああ、外見はグリズリーに似ているがより優れた武器と健康な装甲を備えている。船舶騎兵の攻撃が奴に効くといいんだが、準備ができたら教えてくれ。準備はいいか。船舶騎兵を操作してカンパニーの脅威を排除するぞ。忘れるな。なるべく騎兵が敵に見つからないよう行動するんだ。そうすれば成功率も上がる。Got it.Wait. I'll just keep an eye on the minimap then. And it looks like the giant is in static mode. Wait.
double. Nice.正直これほどの威力があるとは思わなかった。うまくいって何よりだ。はい、Let's keep going。トパーズはこの道に沿ってリベットタウンに向かった。行きましょう。彼女を見つけてブローニャの決断を伝えなくちゃ。はい、必要があれば飴とムチで行こう。Looks like we don't have to fight after all. Oh, Sparrow. Sparrow, are you okay? Topaz and company の人に何かされてない？来たか。外から来た。すべてのシステムは正常に機能している。カンパニーの使者とも衝突していない。I thought we might be facing off against each other for a moment.それは最悪の場合だ。トパーズならこの先にいる。本来なら強制的に私を従わせることもできたが、彼女はそうしなかった。彼女はベロブルグをカンパニーに併合することこそ唯一の存後の道だと思っている。私は異なる意見を持っているが、現在の三力ではそれに反論するための証拠が見つからない。確率は低いが、それでもあなたたちには正面衝突を避けてほしい。確率は低い。スバローグまでそう言うんだね。心配しないで、ミツキちゃん。列車組は衝突を好まないけど、いざという時におじけづいたりもしないわ。今までずっとそうやってきたじゃない。ああ、うん、姫子の言う通りだね。結果がどうであれ、うちらは自分に恥じないように行動すればいい。はい、Let's keep walking。トパーズがここに来たのは何かを探すためなのかな。そうかもしれないわね。この世界の地下にはまだ多くの秘密が隠されているから。Oh boy. Yeah, I see Topaz. It might be a boss fight from here on out. Kachin? Yatto kita! Mou maniawa nai in janai ka to omotta yo. Are? Mitsuki-san no tonari ni iru hito, nanda ka mioboe ga aru youna. That's Himeko, buddy.はじめまして、トパーズさん。私は姫子、請求列車のナビゲーターよ。ああ、思い出した。あの有名な姫子さんだ。私の同僚の何人かが君の大ファンなんだけど、夢の中でいいから話せたらなって言ってたんだよね。姫子 is that famous? それはもちろん。七死人の名声はすごいからね。何しろ君たちが辿っているのはかの有名なアキビリの意志だから。二人のコミュニケーションがうまくいってるみたいで私も嬉しいわ。トパーズさん、さっきの挨拶から察するに今の状況はよく分かっているんでしょ。まあね、期限が過ぎたのにブローニャさんはまだ契約書にサインしていない。その背後にどんな障害があったのかは少し頭を働かせれば察しがつく。誤解しないで、私たちはカンパニーや取締役会を敵に回すつもりはないの。ただヤリーロ6という星に私たちが大切にしている友人やその友人の友人たちが住んでいるだけ。彼らが不平等な契約書にサインするのを何も言わずにただ見ているだけなんて七死人のやり方じゃない。ねえ姫子、トパーズと交渉するんじゃなかったの？このまま話を続けたら。その心配は必要ないわ。彼女は10分前に
もうどうするか決めているかな。さすが列車組のトップ、すごい洞察力。その通り。誰が正しいとか誰が間違っているかなんて、大抵の場合立場の違いで決まるものじゃない。仕事を前に進め、滞らせないようにする方法は一つだけ。ファイン。どうしたの。上から返事が来た。申請が承認されたって。 Approval for what? 何？私の仕事に興味津々って感じだね。そんなに知りたいなら教えてあげる。請求列車の乗員に特別攻撃を行う許可。 Oh, you piece of shit! 今、降りたの。職務を円滑に進める秘訣は、常に不利な局面を覆す準備をしておくこと。いて、カブ。That's it. I'm taking back what I said about Topaz. I take back what I said about Topaz. She's getting her ass whooped. この程度か。そこまでだ。戦闘は設計みたいなものよ。逃がさないわ。弱っておるな。フォーカス。くだらない。マンカイ。I'm going serious mode. I take back what I said about Topaz. I take back what I said about Topaz.She wants a fight. She got it. Do it.Getsu ga tensho.この程度か。ランドゥの名のもとに。Cheers up。小説の志は口言葉なし。She already deactivated the bankai。名前。ちゃんと直さないと。Wait。まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。ソリア。逃がさないわ。取るに足らぬ。この月下で全てテラさん。Suck on that, you bastards. Fun. Kai.May I remind you that my Jinyu is at level 50. 覚悟しろ。 Wait. 戦闘は設計みたいなものよ。やっ。よいしょ。死ぬがいい。やい。正義はここにある。Stay down.見逃そう。あ、she will be back to her normal form。覚悟しろ。Do it。あんたのために用意したのよ。ランドゥの名のもとに。小説の志は朽ちることなし。
ってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。ナイス。取るに足らぬ。トン月光を剣とす。Wait. この月下で。Do it. すべて照らさん。そこまで。That's a lot of damage. ちゃんと直さないと。Ash, what was that? Thinking?Here comes the big one. I fought BD before. I can do this again. Wait, hold on. Aim for the big one. Jinx is back to her normal form, BD. Crap. Wait.What was I thinking? I pressed the wrong button. Wait. Landu no Naramoto ni shousetsu no kokorozashi wa. Because he used to fight on low HP.まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望。This info they need. 私もよ。弱っておるな。Let me heal you. Heal you up. この体に治療はいらない。いいですよね。Did she just say this body does not require any healing?まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。フォローアップ見せてやろう。強炭の薬よ。ありがとう。そこまでだ。ランドゥの名のもとに氷雪の志は朽ちることなし。ヒューザー、ちゃんと直さないと。Yikes. Okay, I think about one, almost half of his HP is gone. Holding back up. Nice and slow, nice and slow.I can do this. Oh crap, Jinji down. But it's okay. Bailu revive her. Yeah, she clearly said this body does not require any healing.
この月下で。Just in case。すべてを照らさん。月光を剣とす。逃がさないわ。見せてやろう。Yeah, we'll put her in Bankai form. まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。Follow up. 喧嘩の爽快。Okay. One third of his HP remaining. This is definitely doable. Definitely doable.One down. Landu の名のもとに小説の志は朽ちることなし。Jin Liu definitely needs more power. Why can't you just hit Himeko a little bit harder? まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。Not enough. かすり傷だ。Oh crap. I have no choice. この体に治療はいらない。And I just realized I healed the wrong character. What was I thinking? Okay, at least he aimed Jabot. Nice. Landu の名のもとに小説の志は朽ちることなし。ちゃんと直さないと。It's okay, I can do this. I can definitely do this. Stop aiming Jin Liu for Christ's sake. That's it. この月下で。Bun. すべて照らさん。月が天照。逃げさないわ。どれも足らない。Oh no, Bankai? And follow up with a Bankai. まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。Right, another one. Jin Liu definitely needs more power. Recover from staggered.Oh no. Jin Liu down. Oh no. Landu の名のもとに小説の志は朽ちることなし。Damn it, almost there. Oh boy. Wait. No one hit.まだ分かってないのね。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。
Ah, thank goodness. Job done. Whew. That was tiring. That was tiring. さすが聖騎列車のエースたち。実に素晴らしい。ウォーミングアップはここまでにしよう。次は私の番。待って、 You wanna fight? みんなやめて。みんな、どうか武器を下ろして。Now what the shit? ブローニャ、来てくれたんだ。あと少しでも遅かったら収集がつかなくなるところだった。大守護者様？列車の影に隠れて結果を待つんじゃないかと思ってたけど、それじゃあ君らしくないか。もちろん、ここに来るのが遅れたのは処理しなければならない大事なことがあったから。この件よりも大事なこと？ええ、その重要性は一目で分かってもらえると思う。だからあなたに私たちの今の成果を評価してほしいの。私に？面白い。てっきり私の仕事を妨害する決心がついたのかと思ったのに。トパーズさん、あなたの手紙は読ませてもらった。あなたの子供時代の境遇には深く同情する。あなたの故郷がヤリーロ6と似たような災難を経験したからこそ、私はあなたが問題を見る時の視点とその立場を理解できる。だから私は今でも一縷の希望を抱いているの。どれだけ愛おしいことがあっても、私たちは平和的な方法で合意することができると。認めざるを得ないか。君とのコミュニケーションは実に心地いい。さっきは失礼な態度をとってしまってごめんなさい。そこまで言われたからにはついていくしかないね。でも先に言っておくけど、上の決断を変えるのはそう簡単なことじゃないの。分かってる。だから私は一歩ずつゆっくり、まずはあなたの考えから変えてみたいの。列車のみんなも一緒に来てほしい。 All right. Head to the corridor of fading echoes and see where Bronya wants to take you. ずいぶん荒れてるね、このエリア。前にも来たことがあるの？ええ、私たちはここで全てを終わらせた。そして全てを再開した。その通り。 Isn't this where we'll be meeting? カイル、お待たせ。もう渡ってもいい？は、前方の道を通しました。大守護者様、安心して皆さんと北へ向かっていただけます。よかった。みんな、この先の山道は少し険しくなっているから足元に気をつけて。 Isn't this the worst where we fought against Kokolia? ここ、来たことない場所だ。ええ、私たちも少し前に発見したばかりのエリアなの。Maybe このまま進みましょう。あなたたちに見せたいものはこの先にある。 Okay. I clearly have never been to this place before. I've seen. What?ベロブルグの人々はまだ諦めていない。そんな彼らのためにチャンスが欲しいだけなの。あそこにあるボロボロの大きいものは覚えてる？ここにあ、
the engine of creation. ちょっと、それは秘密だよ、秘密。あの機械の名前は造物エンジン。思い出した？トパーズさん、あなたがこれまでにたくさんの調査作業を行ってきたことは分かってる。だから聞きたい。それらの調査資料の中に造物エンジンに関する記録はあった？いや、一つもなかった。だから不思議に思ってるの。こんなに大規模なプロジェクトがあったのに、戦略投資部の調査報告書に載ってないなんて。その理由はおそらく、造物エンジンは外部の技術を使わずにベロブルグの人たちの手によって作られたものだからだと思う。このプロジェクトの指導者は初代大守護者であるアリサ・ランド様。戦士たちが前線で血を浴びている時、エンジニアたちは後方で夜を徹して設計と構築に励んでいた。つまり造物エンジンはベロブルグの人たちが自ら開発した戦争兵器ってこと？ Yes。 でも完全にそうだとは言えない。確かに造物エンジンは製造当初に戦場に投入され、レギオンとの戦いで大きな戦果を上げた。でもアリサランドには誰よりも先見の明があった。長い間この機械のコードネームは地質改造工事ユニットだったの。あれに与えられた真の使命は、この世界を侵害しようとする全ての敵を排除した後、ベロブルグの再建を手伝い、この世界を前世紀の姿に戻すこと。長期的発展の理念が時を超えて命を超えた。アリサ・ランド、本当に偉大な人だね。でも私の目の前にいるランドさんもそれに負けてないか。そう思ってくれてありがとう。でも私は何もしていない。ただベロブルグの人々を集め、やっと手に入れた自由が再び大きな脅威にさらされていることを伝えただけ。この自由を損害するには行動するしかない。そして私たちを疑う目に証明しなければならない。私たちには自分の運命を掌握する力も意志もあるんだって。そしてあなたが目にしたのが動員の結果。ベロブルグの子供たちは自分たちの手で家を損害すると決めた。はあ、こんなに派手なサプライズはさすがに予想してなかったな。君たちに機会をあげる。君たちの境遇と子供の頃の自分の経験を混同したのは大きな間違いだった。私の故郷には意志の強い指導者が現れなくて、みんな早々に自分を救うことを諦めてた。それなのに君たちの文明は700年もの間風雪の中で耐え続けてきたなんて、本当に感心したよ。それって前の決断を撤回するってこと？少し時間はかかるけど、あの借金は必ず返済する。だから残念だけど、ヤリーロ6の併合はカンパニーの上層部が決定したこと。私がいくらそれを覆したいと思っても上の人を説得するのは難しいの。おただして、トパーズさん。私は請求列車を代表して全ての七死人の名誉をかけて、この世界は必ず債務を履行すると保証するわ。よかった、それならうまくいくと思う。次の報告とその後の責任追及は私が引き受けるとするか。はい。
Please tell me that I can now have a good look at it. Nope. Am I screwed? Topaz-san, さっき言ってた責任追及って。心配しないで。私に解決できないことはないから。職級なんて重要じゃない。問題を解決するために最善の方法を見つけることが道理なの。Won't you get fired? まさか。一番ひどくても職級を一つか二つ下げられてボーナスがなくなるくらいだよ。大丈夫。私は今お金のために働いてるわけじゃないから。あなたもお疲れ様。まさかまたあなたたちを危機に巻き込むことになるなんて。列車とカンパニーの関係も壊してしまうところだった。関係が壊れる？いやいや、そこまでいかないって。それにそのあたりの責任は私にある。元はといえば私が部下の管理をおろそかにしてたせいだからね。Is it true that mind putting in some good words for me with your bosses? おや？もう将来のキャリアプランを立てたの？いいよ。私は君を高く評価してるからね。あなたたちとこうやってのんびり話ができてとても嬉しい。そうだ、ここまで頑張ってくれたお礼にゲーテホテルに部屋を用意したの。どうかベロブルグでゆっくり休んでいって。Right. トパーズさん、もし心地よく休める場所が必要なら。ううん、迷惑はかけないでおく。今から戻って報告しないといけないしね。君たちと知り合えて本当によかった。また一緒に仕事ができることを祈ってる。もちろん今度は違う形でね。はい。Okay, let me. Can I have at least one good look of Topaz before? Too bad I can't zoom in using this controller though. Yep. Alright, let's head to Guete City and have a good night's sleep. Wait, no button.人の声があるところは想像し。そういえば姫子はどうしてここの状況を知ってたの？乗員のステータスに常に注意を払うこともナビゲーターの責務だからよ。はい、Let's get right in.For a good night's sleep. What? Okay. Nano, ずっと太陽の日を楽しみにしてたのに、今回は体験できなさそうだな。まさか。また事件に巻き込まれることになるなんて。眠い。そろそろ休もう。And then the next day. ん？以上。トパーズ、部門から下される君への処分は以下の通り。職級の降格。P45 から P44 への引き下げ、それに伴う基本給与の調整、また君が今期参加した全ての奨励プロジェクト、ストックオプションおよび業績賞与を取り消すものとする。おお、今回の事故についてはダイヤモンドに追加で報告書を提出するように。この処分に異議がある場合、書面での申し立てを行うことができるが。異議はありません。いいだろう。では、他に何か発言したい人は？
に意見がないのであれば、これで会議を終了とする。Damn, she had it hard. Yeah, 運がいいね。これだけのプロジェクトをパーにして、たかが一級の降格なんて。やっぱり君は上の老体人たちに好かれてるみたいだ。おっと、もう全員会議から出てるね。じゃあ、このクソみたいなエフェクターを閉じよう。アベンチュリー？まだいたの？アベンチュリー？ひどいな。僕がいたら悪いのかい？そう嫌がらなくてもいいじゃないか。僕は君の上司じゃないんだから。あ、いや、今なら上司になるのかな。あ、ごめんごめん、まだ慣れてなくてね。何か用？率直に言ってくれると助かるんだけど。大したことじゃない。ただ君が心配なだけさ。だから忠告しただろ。ヤリイロ6の案件はトゲがあって甘い汁が少ない、関わる必要はないって。僕たちみたいな仕事をするには心が優しすぎるとダメだよ。道が狭くなる。それだけ？他に用がないなら切る。ああ、ちょっと待った。おしゃべりする気分じゃないってことか。わかった。それなら君が興味を持ちそうな話題に変えよう。君がヤリイロ6で友達ごっこをしていた時、ダイヤモンドは資材物流部のお偉いさんの問題を解決したんだ。今日の円卓会議を欠席したのもそれが理由。タラファン？そう、その名高いタラファン、七人取締役会の一人。彼の一票は僕たちにかけられる。わかるかい？市場開拓部じゃなくて僕たちにかけられるんだ。これでオスワルドももう笑えないだろうね。でもトパーズ、ダイヤモンドは僕と君の恩人でもある。こんな大事な日に君が騒ぎを起こしたなんて、戦略投資部はどう説明すればいい？分かってくれたところで本題に入ろう。僕は今ピアポイントにいる。部門全体に関わる大きなビジネスがあって、頼れるプロジェクト管理者が必要なんだ。そう、マイフレンド、ぜひ君に頼みたい。驚いた。一体どの案件で協力を学んだの？そんなのピノコニーに決まってるだろ。ピノコニー？それそれ、その反応が見たかったんだ。ダイヤモンドは君を選んだの？てっきりオパールとかオブシディアンとか。少なくともあの案件には P46 以上の人が必要だと思ってたのに。さあね、ファミリーの連中は頭がおかしいから、彼らと商売するのは無理だろう。でもカンパニーの手段は取引だけじゃない。こういう時こそ僕のような人材の出番というわけさ。どうだい、この千載一遇のチャンス、よく考えてみてくれ。もしかしたらこれまでのミスの埋め合わせができるかもしれない。後で返事する。散々だった。私の判断が間違ってないといいんだけど。Is the extinction plan that we saw earlier on? 綺麗な雪だな。And that's the end of the future market. Huh! Topaz and Nambi has become a visitor to the Express. Interesting.
and it looks like there's some political stuff going on at the IPC from the way I see it. Right. And that's the end of the Future Market Story Quest.